刻は8時29分に間もなくなるところです。さあ、それでは今日は月曜日ということで、この方を早速スタジオにお招きしたいと思います。諏訪宏美さんです。メリークリスマス。メリークリスマス。諏訪宏美マンデーです。今年最後のシングソング作題らよろしくお願いします。マンデー。そう、今年最後ですね。ですクリスマスですね。うん、クリスマス本当に残り1週間なんですよね、今年ね。ね、来週の今日は1月1日ですから。そうなんですよ。だからちょっと最後のシングソング作題らっていうにはちょっと早い気がするんですけど、うん、まあまあしょうがないですよねでもまあね、うん、1週間だとそうなりますもんね。そう、うん、さてメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。がんばれまこちゃんからいただいてます。はい、諏訪さん、まきさん、そして3度の飯よりゼロモニーというリスナーの皆様、滋賀県高島市より今日も元気におはようございました。おはようございました。また遠くから、うん、ありがとうございます。今年一番の失敗エピソード、うん、新年はもう目の前、うん、年の瀬も押しに押し迫った12月31日の大晦日、うん、ん去年のことか、うん、午後11時41分のこと、うんうん、家族で年越しそばを食べようと思い、5人分が1つのカップに入ったペヤングのたぬきそば風天ぷらそばを買いました、うん、そんなのあるんだ。5人分が1つのカップに入ってる、特大だ ね。すごい。丼より大きなカップに麺が5個、天ぷら5枚、そしてホットケーキの素ぐらいある大きな粉末スープ中からその天ぷらと粉末スープを取り除き、お湯を規定量の 2.8 リットル注ぎました。すごいね。すごいな。3分が経過し蓋をオープンに、火薬が入っていて取り忘れていたという大失態年の最後の最後でやらかした大失態に笑うしかありません。作り始めるところから大失態までをたまたま動画で撮っていたので、すごいな。今年最後の最後でやらかした大失態として、うん、自分自身の YouTube チャンネルに動画出しています。4分弱の動画です。よかったらお手すきの時でもご覧いただければ幸いですいただきましたけれども、やっちまいましたね可愛い失敗なんかあるな。火薬とか、うん、ね、最初に入れるのと後に入れるのの違いあるんだよね。あとこうスープでも粉末とか液体とかいろいろあってあの直前にお入れくださいとかありますよねいやいや、キそば作るときにスープ先に入れて、うん、スープっていうか混ぜるやつを先に入れて、うん、お湯入れて流したら味なくなるじゃないですか、うんうん、やったことありますよどこのお嬢様ですか。カップ麺ってあの召し上がったことありますかいや順番が違うのねみたいなねまあね、そういうのよくありますよね。あるな。あの七味があの下の方に隠れてたとかね。ある。七味のちっちゃい袋ね、うん、そういうのありますもんねいろいろとあるかと思いますが、頑張れまこちゃん、それ動画で撮ってたっていうのがね、うん、たまたまにしてもすごいですね、うん、大笑いしたでしょうねでもこの私は5人分が1つのカップに入っているという、うん、ペヤングのたぬきそば風天ぷらそば、うん、これ知らなかったね。私お湯 2.8 リットルどうやって沸かしたんだろうってそっち行っちゃったな夜間じゃないですか。いや、沸かせるんですか。なんか夜間でもいろんな大きさありますもんね。あ、やっぱり大きい夜間があるのか。いや、それはでしょそこに感動しちゃう、まあ、ほら、あの家族の人数によってはそんなに大きな夜間必要ないかもしれないけども、よくほら、そうだよね、よあの部活とかでなんか大きな夜間抱えてる CM とかあるじゃないですか。 ある、うん、ああいうのとかあと公民館とか行くと大きな夜間とかで、そこにお茶沸かして皆さんにお茶ついだりとかあるね。ありますよね、うんうんうん、だから思い出したでしょ。ある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 だからありますまあこの私知らなかったから、この5人分ってでもすごいな、うん、一気にできちゃうんだね。あるんだね、うん、でもこの5人分を1人で食べてしまう人もきっといるんだろうなって思っちゃいましたけれども楽しそう、それも、ね、頑張れまこちゃん、メッセージありがとうございました。いや本当にいろんな失敗エピソードあるかと思いますけど、ね、私自身もね、多分1年間の中に失敗エピソードは絶対あったはずなのに、うん、その都度もうスカンスカンと忘れていくのでなんかあったかな、ちょっと思い出せないなっていうレベルです。そう、思い返すのって結構ね、うん、面白いですよね、うん、全然思い出せない。きっとその場ではあったんでしょうけどね、あ、やっちまったって思うことはあったんでしょうけど、もうすぐ忘れていきます。もう過ぎたことは忘れる。私思い出したよ、思い出したよ一つじゃあ次のね、一旦お知らせ挟んだ後に教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは一旦 CM です。
橋梁、トンネル、水路などコンクリート補修のトップランナー、木下健康株式会社。地域の今と未来を支えるために一緒に働く仲間を募集しています。詳しくは 0267-82-2213 木下健康まで。佐久長聖高校駅伝部の皆さん、おめでとうございます。時刻は8時35分です。この時間は諏訪ひろみさんと一緒にお送りしてますよ。はい、諏訪ひろみです。今日の、テーマの、失敗、うん、私の失敗、いや今年のことだと思うんですけど、そこがまずポイントで、ちょっと今年のことだと思うんですけど、うん、あのですね、私ダンベルを買ったんですよ。おちっちゃいやつ、おまあ 1.5 とか 2キロとか、 1.5 ないか2キロだったかな、買ったんですよ、インターネットのショッピングで、うん、で、ダンベルの写真がこう1つ表示されてたんですね、うん、あこれはダンベルは1つだから、じゃあ2個買うのかと思って、2って押したんです、うん、なんかオチが読めてきたそれでそれで、届いたのが、箱2つ、お、来たぞ、うん、ダンベルと思って、よしこれでお家でもちょっと筋トレできるかなって思ったんですね、うん、だから1つの箱に2個入ってたんですよ、うん、でもう1つの箱にも2個入ってたんです、うん、私のお家は同じ重さのダンベルが4個あります、うん、家でそのダンベル使ってます結果として、うん、使ってる。でもほら家の中で置く場所を変えておけばすぐできるじゃないですか。でも4個はいらないよね絶対ね。リビングに1つ、リビングに1セットで、寝室に1セット置いとけば持ち運ばなくていいじゃないですかすごい、それでいいじゃない、それでいいじゃない。すっごいショックでしたよ。まあね、お金無駄になっちゃいましたもんね、うんうん、誰にあげようかまだ考えてますでもまあもらう方がいなかったとして、そうやって、うん、使えばいいんじゃないですか、ね、まだ上げてない。いやせめてキロ数違ったらちょっとほらいいじゃないですか、うん、ね、4個すいません、うち見えました、うん見えたやらかした失敗です。もう失敗はねネタにしてますから、うん、はい、なんかね何披露してないのあったかなみたいな感じだったんですけど、それですね、数には気をつけよう。はい、はい、さあそれではメッセージ今日もたくさんいただいておりますのでお願いします。はい、はい、紹介していきたいと思います。おたまじゃくしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、佐藤真希アナ、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。広島の孫は昨日イルミネーション見に行ったり、ママと一緒にいちごケーキホール作ってニコニコ動画が届きました。本当に嬉しい日でした。うわいいですね、クリスマスっぽいですね。楽しそう、いいですよね、うん、今年一番の失敗したことあったかもしれませんが思い浮かびません。素敵ですね、うん、いいですね、同じ同じいい感じそして今日はクリスマス、ひろみさん今年もいろいろなジャンルの曲お疲れ様でした。ありがとうございました、うん、いえいえこちらこそありがとうございます。クリスマスソングたくさんでしょうが、慌てんぼうのサンタクロース可愛くて大好きです、よろしくお願いします。ということで今日は可愛く慌てんぼうの諏訪ひろみがお届けしたいと思います続いていきますよ。キラキラ星ももさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみちゃん、まきちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。そしてメリークリスマス、メリークリスマスということで、うん、リクエスト曲、恋人がサンタクロースをお願いします、うん、ということで、うん、はい、こちらも、ね、クリスマスソングかけられるの今日が最後ですもんね。あと1年後になっちゃうから ね。確かに、なんとなくでも今日クリスマス終わった感があるんですよね。でもね、そうなんですよね、うん、ちょっとそんな感じありますよね。そうそう、あるあるあるでも引っ張ろう、でも大丈夫後ほどお届けしていきたいと思います。はい、はい、もうんこれで、あらそうだね、うん、そろそろちょっとお時間がという感じですので、はい、一旦お知らせ挟んでその後時和館情報をお送りして、そうそう、またご紹介していきたいと思います、はい、最後まで聞いててね、はい、よろしくお願いします。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸石野温泉時和館。1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソング、さあくだいな風に舞い上がる白髪の花、飛び立てば
ひろみのシングソングサクダイラー、登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。さあ、それでは今日も時和館情報よろしくお願いします。はい、それでは諏訪ひろみが小諸菱野温泉時和館の情報をお届けしていきたいと思います。情報その1、年末年始まだ空室あります。ここに来てキャンセルが出ていて、年末年始の宿泊に休室が出ています。特に元日の空室が割とあります。12月24日から28日空室あり、12月29日ほぼ満室、12月30日空室7、12月31日空室3、1月1日空室11。あ、本当だ、結構ね、空室が出てきた。今迷ってる皆さん、時和館にすぐお問い合わせしましょう。1月2日空室5、1月3日空室9、あ、違う、8、1月4日以降十分空室ありますということで、これ多分ね、お知らせしてる時とまた変化してると思いますので、詳しくはぜひお問い合わせ、直接時和館へお願いいたします。はい、例年そうなのですが、成人式の日の3連休はガラガラです。あ、ここ狙い目だそうですよ。手積み式やどんど焼きやら行事が重なっているからなんだと思います。なるほど。はい、そして、忘年会新年会のご予約も受けたまわり中です。はい、今回は飲み放題付きプランの告知、新春を彩る忘新年会を時和館で開催できるプランご用意いたしましたよ。旅館のお料理と温泉がある宴会で特別なひとときをお過ごしいただきます。期間は、来年の2月29日水曜日まで。ただし年末年始12月23日から1月6日までは除きます。料金は4名様以上のご利用で、飲み放題プランつきまして一室4名様ご利用で1万5000円、お日帰りですとお一人6000円となっております。そして10名様以上で個室の宴会場をご用意いたします。ぜひお電話にてお問い合わせください。はい、そしてお休みのお知らせです。はい、今週のお休みは12月26日火曜日です。明日ですね。はい、お休みになるようですのでお気をつけいただきたいと思います。気になる方はね、はい、電話1本入れてご連絡してから時和館お出かけいただけるといいのかなと思います。以上が時和館からの情報でした。ありがとうございます。はい、時和館情報ね、ホームページなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。うんうん、さあ、それではメッセージじゃんじゃんご紹介いただきましょうか。はい、メッセージいきたいと思います。はい、スワッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マンデーさん、サトマキさん、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、洋楽のオールデイズ、全米ビルボードチャートに詳しい私ですが、ザードとユーミンの CD は全て持っています。音楽好きなんですね。ユーミンはレコード時代もありましたから、こちらも多くのアルバムをレコードとして、所有しています。昨年秋にユーミン万歳という50周年記念3枚組ベストが出たのですが、今年になってようやく手に入れました。グラミー賞エンジニアによるミックスは、細かいところのアレンジがオリジナル版と異なり、あ、ここが違うと見つけるのが楽しみ、そんな楽しみも味わえました。本当になんかお好きなんですね、音楽がね。いいですね。そしてユーミンで有名な曲の一つに中央フリーエアがありますね。中央フリーウェイ、まあ、フリーウェアになってましたね、すみません。フリーウェイありますね。私が東京に行くときいつも利用する中央道なのですが、きっとオープンカーなのでしょう。片手で持つハンドル、片手で肩を抱いてって、ダメダメダメ、危ないじゃないですか、良い子は真似をしないでねと突っ
っ込みたくなるのですが、マンデーさんの声で聞きたいので今日のリクエスト曲にしようと思いますが、マンデーさんは少し足を伸ばして江ノ島あたりを散策したい可能性がございますので、原優子さんの鎌倉オンザビーチをお願いしますということで、はい、いただきました。マンデーさん、佐藤さん、皆さん良いお年をお迎えくださいということでね、沢地さんいつもありがとうございます。続いていきますね。ともかまさん、ありがとうございます。マキさん、ひろみさん、おはようございます。おはようございま す。年内最後のスイングの桜平ですね、うん、本当は聞きたいんですが今日も聞けないので後日、うん、YouTube で拝聴させていただきますということで、ともかまさん聞いてますか、ね、お家出るのがきっと早いんですね。そうだよね、うん、お仕事お疲れ様です。ゆっくり聞いてくださいね。今年失敗したこと、ん、失敗したなと思うのは靴選びです。お、履いていた靴がダメになり、新しい靴をいつもと同じサイズのを選び買ったのですが、うん、なぜかキツキツで靴ずれしたのか出血してしまいました。あらららこれ痛いですよね。ブランドによってね、同じサイズでも違ったりしますもんね。そう、うん、靴はメーカーによって同じサイズでもちょっと違ったりするから、買う前にお試し履きしてから買った方がいいと言われますが、うん、まさしくその通りだなと改めて感じました。うん、そうですね、これ割と靴何でも大丈夫っていう人も聞いたことあるんですけど、私も本当履いてみないとダメなタイプなので、うんうん、大事ですよね、うん、はい。人はそうやって失敗を重ねて成長していくんだなと来年も成長しよう。はい、ひろみさんへの今年最後の、生歌リクエスト、うん、スピードのホワイトラブお願いしますということで、わあ、冬の定番って感じですよね、うん、はい、後ほどお届けしたいと思います。それではマキさん、うん、来ましたよ。はい、ファンファンさんです。おはようございます。おはようございます。先に言っとくじゃあ、うん、一応クイズ形式生歌リクエストヒント、うん、このメロディーを聞くと、うん、某、ケンタのチキンが食べたくなる。某になってないもうなんか昨日もそれテレビでやってたなその CM とともにこの歌についてなんか流れたな。もう分かっちゃった、うん、つまんないな。いくよ。だってヒントがすごいんだもんでも一応読む、はい、クリスマスが今年もやってくる。悲しかった出来事を消したるように、さあパジャマを脱いだら出かけよう。さてなんだ。竹内まりやで素敵なホリデー。もうめちゃめちゃ正解先週だったか先々週だったかもね、やっぱり12月入ると書けますしね。そうだよね、ほんと可愛い歌で、うん、いいですよね、うんうん、ありがとうございました。梅ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。マキさん、ひろみさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリ。でもクリスマスが終わるとあっという間にお正月ですよね。うん、本当です。私の今年の失敗はたくさんありすぎてもう書くことができません私もそうですね。もう覚えきれない忘れちゃった私も思い出すの大変だったよ一番っていうのがねちょっとポイントだったよね。さっきの一番じゃなかったな、もうマキさんに悟られちゃったからな、うん、つい先日のことだと、はい、友達の家に行くときにケーキを買い持っていきましたが、うん、ブレーキをかけた瞬間、車ですかね、うん、ケーキが下にパーン。わかる。恐る恐る中をそーっと見たけど、皆さんが想像した通りになってました。修復不可能でした。はぁーと思ったけど、うん、またケーキを買いに行ったんだ。あ、優しい、うん、お店のお姉さんが不思議そうにしていたけどふふって笑ってごまかしました。運転は丁寧にですよね、うん、これでも優しいな。でも分かりますよね、うん、なんかあのぐっちゃになったやつをあのネタにして持っていける感じの場面と持っていけない場面がありますもんね、うんうんうん、いや本当に、いや私もそれね同じ状況になったことある。急に割り込まれて、うん、急ブレーキ踏んで、うん、助手席に置いてたケーキ箱がねスコーンって、うん、あの足元に、助手席の足元に、そんな後どうしました？で中見た、うん、でチーズケーキだったからセーフだったしっかり固定されてたあ、分かる。デコレーションがなかったの。そっか、そう、あのケーキの質とか数によっても違うかもしれないよね。多分それデコレーションケーキだと思うの。あ、クリーム系の。うん、確かに。それだと多分ねもう相当悲惨なことになってしまったんじゃないかと思います、はい、
じゃあ私から来年は、うん、いいケーキが食べれるように、うん、願いを込めてアイビッシュどんなにお願いしますということでリクエスト来てますので歌いますよ、うん、この曲は大好きでありがとうございます。今年は最後に絶対歌ってもらいたいと思ってました。ひろみさんの曲には素敵な曲がいっぱいありますねということで、わー嬉しいです、よろしくお願いしますということで本当にありがとうございます。後ほど歌っていきたいと思います。はい、そして最後のメッセージになります。うん、主任トントン富山さん、ありがとうございます。マキさん、マンデースバさん、皆さんおはようございます。おはようございます。マンデースバさん生歌リクエスト、お本日はクリスマスネタ、うん、有馬記念ネタになぞらえようと思いましたが、うん、2023年はスバさんのことを本格的に知り押し始めた年、わー嬉しい、押し始めた年、わー嬉しい、押し始めた年、はは3回も言っちゃったなので年内ラストは、そうひろみさんのアイウィッシュどんなにてんてんてん、こちらよろしくお願いしますということで、わー嬉しいな。マンデースバさん良いお年も、また来年2024年もよろしくお願いしますということで、主任トントン富山さん本当にありがとうございます。来年もぜひよろしくお願いいたします。はいはい、X 旧ツイッターですね、こちらもいただいてます。はい、富山 37B さん、はい、おはようございます。メリークリスマス。メリークリスマス。昨日の全国高校駅伝、うん、佐久長聖高校優勝おめでとうございます。ねえ、本当にね、嬉しい話ですよね。すごいですよ、大会新記録ですから ね、昨日はテレビの前でかじりついて見てた方多いんじゃないかなと思います。ね、それからプニチャリンさんからもいただいています、はい、メリクリメリクリ今年最大の失敗は昨日やっちゃったよ、うん、なんだ昨日の有馬記念、うん、何が何でも当てたいから、うん、上位の人気馬を1頭以外全て買ったらその1頭武豊のドーデュースが買ってしまった。おかげで5000円パーです。もし来なかったら80倍だと見てなるほどね、まあ、そういうところが競馬のね、うん、難しいところなのかもしれないですね、はい、いやまあテレビで見るだけだったけどもすごい盛り上がりだなと思う。人の頭がいっぱいうわーって映ってたね、すごかったですけれどもね、うん、あと1週間今年最大の失敗しないように頑張ろう。はい、はい、じゃあここは歌ってそう皆さんのリクエストに答えていきましょうか。そう、あとねこれ言わなきゃいけないの、うん、先に言っとこう、はいはい、これあじゃ あすいませんガサって言っちゃった、はい、あの諏訪ひろみの2024年のカレンダーここに持ってきてるんですけど、はい、スタジオにお越しいただける皆さんプレゼントをさせていただきますのでぜひ、はい、欲しいっていう方は FM サクダイルのスタジオに来てください。何枚でしょうか。10枚あります。はい、わかりました。よろしくお願いします。こちら FM サクダイラまで取りに来られるという方限定でお願いいたします。よろしくお願いします。いい年になるぞ、うん、さあそれでは、はい、行きましょうか。歌の時間に行きます。はい、今日もたくさんいただいておりますのでね、はい、では早速よろしくお願いします。アバテンボのサンタクロース、クリスマス前にやってきた、急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれよ鐘を。昔隣のおしゃれなお姉さんはクリスマスの日私に言った、今夜8時になればサンタがうちにやってくる、果てしないあの雲の彼方へ私を連れて行って、その手を離さないでね。天使がくれた出会いは奇跡なんかじゃないよ、神生まれたての愛を永遠に大切にするから、クリスマスが
今年もやってくる。悲しかった出来事を消し去るように、さあパジャマを脱いだら出かけよう。少しずつ白くなる街路樹を駆け抜けて。裏声の道すれ違うのは誰？思わず振り返れば人影のつむじ風。中央フリーウェイ右に見える競馬場、左はビール工場。この道はまるで滑走路、夜空に続くサングラスの奥で笑う瞳と、照れてる仕草が愛しい。でも赤く燃える夕映えの風の中、信じる明日を見つけた。通り過ぎた日々の思い出たち、抱きしめながら歩こう、二人に帰ろう。どんなに熱い恋が終わりを見ても、そこから愛を見つけたい。そうよ、どんなに長い夜があったとしても、朝が来ることを忘れないわ。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいろんなジャンルからいただきましたけれども、はい、今年最後の生歌と、ね、なりました、はい、本当に皆さんありがとうございました、ね、たくさんいつもいつもいただいて、うん、皆さんね考えながら送ってくれますけれども、そうですね、本当にね、うん、多分ねいろいろね、これ書いたら被るんじゃないかなとか、あ今日はこんなのにしてみようかなとか、ひねったりいろいろしながら皆さん書いてくださってると思います、うん、本当に感謝してます。朝の忙しい時にね、ありがとうございます。来年は、はい、ずっと次ですね、次はね、うん、1月8日はい、1月8日、はい、祝日成人の日ですね。おー、その日になりますので、はい、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。はい、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。佐久平グッドラックステーションゼロモーニング、ナビゲーターはこの時間佐藤真希と、月曜日の諏訪宏美、次にお会いできるのは2024年1月8日です。ありがとうございました。はい、じゃあ月曜日をお聞きの方は皆さん良いお年をということですね。はい、はい、ではこの後も引き続き FM 佐久平でお楽しみください。